さまこんにちは。フルートミュージカル創造者の斉藤舞香です。今日は朝にタヌキに会いました。皆様会ったことあります？野良タヌキ。あの用水路の方ね、あの水が溜まってない用水路なんですけども、そこをあの我が道のようにスーッとね降りていくところ、横の姿と後ろ姿を見ました。顔ははっきり見えなかったんですけどね、フォルムがタヌキでした。あの猫とか犬と違うんですよ。背中のねこのちょっと丸い感じっていうのと、尻尾のふわってした感じと、うん、なんか可愛いなと思いました。頑張って生きてるんだね。あの平成たぬきポンポコでどっこ生きてるってあったけど、こんなね都会にもこう馴染んでね、あのしっかりと生きてるんだなと思うと嬉しくなったりなんかします。アライグマと違ってね、あの尻尾のしましまはなかったので、間違いなくたぬきだと思います、きっと。また会えるといいなと思ってます。さて今日は9月の10日ということでですね、はい、あの十五夜月さんですね、お天気持ってくれるといいですね。ここのとこ梅雨かっていうぐらいね、夜にね毎回雨が降っちゃったりなんかしてますけど、今晩は晴れますように。ちょうど私ね、あの今日は本番終わった後に、一応高槻にもちょっと寄る予定なんですけど、その後またあの京都の方にね、あの練習で行きますので、帰りは多分そのお月屋さんを見ながら帰ってこれるかなって感じです。さてあのフォークフルートでもね同じ曲、うさぎなんですけどね、今日お届けしてますのはうさぎうさぎ何見て跳ねる、十五夜お月さん見て跳ねるってやつですね、をお届けしようと思います。ということで、皆様もお月様が見れますように。それでは皆様、またね。